にちは。元男の子の青木かのんです。どうしよう。目の下。やばいよね。タイトルにもありますが、うつ整形失敗しました。今顔に何も化粧をしてないんで、ちょっとズームして見てみましょうか。あ、これあれ、メガネの跡です。涙袋をぷっくりさせたくて、1ヶ月前ぐらいに目の下の部分にヒアルロン酸の注射、半年間ぐらいで溶けちゃうんですけど、ここに注入したんですよ。逆に変になっちゃってる。注入した直後って、これわかるかな？わかりやすい例で例えるとしたら、例えば美容室行きました。で、私はこの髪型にしたいですって言って、で、美容室で好きな自分のヘアスタイルにしてもらって、後日友達に会ったら、いやいや、おかしくねみたいな。言われちゃうパターンみたいな。これをやってもらってる時、すごい高揚感で、新しい自分になれたっていう、アドレナリンが出てるから、もうこれが完璧なんだみたいな。ハイになってるから、そういう感じでしか、周りが見えない状態になるわけですよ。で、いざ、YouTube でこうやって配信すると、かのんちゃん寝不足なの？とか、かのんちゃん老けた？とか、かのんちゃん顔色悪すぎじゃない？って言われる様ですよ。言ってなかったですけど、なんでこんな風になっちゃったかっていうと、ヒアルロン酸を入れ放題みたいな、なんかそういうプランがあったんですよ。で、私は、元を取ってやるっていう気持ちで全部入れてくださいって言ったので、他の人にさ、この余った分を使い回されるって考えたらさ、いやいや全部私に使ってくださいよみたいな、ムカつくじゃん他の人に使われると。だから私全部ここにぶち込んだわけですよ。したらなんか靴ずれとかでかかとにできるような水ぶくれになってしまったわけです。最初視聴者さんからコメント来た時はなんか、いやいやそんなわけないでしょみたいな、私はこれで完璧なんだよって思ってたの。これもちょっとわかりやすく例えると、視聴者さんはたくさんいるわけじゃないですか。だから一人に言われたら、はいはいはい、分かった、はいはいはい、そうだよね、はい、みたいな感じになるけども、何回もお母さんが自分の部屋に、あんた宿題やってんの、分かった、やってるよって、また1時間後に、あんた宿題は、いやだからやってるってみたいな、あんた宿題は、これがエンドレスでもうずっと来てるみたいな状態になってきちゃって、これってやっぱりおかしいのかなってようやく自覚したんですよね。多分その視聴者さんからの なんだろうなアドバイスっていうか、これ大丈夫みたいな心配のコメントなかったら、多分これが私正義だと思って、大丈夫なのこれどうしたらいいの、じゃあ調べてみます、ネットで。ちなみにこのヒアルロン酸ってだいたい半年から長くて1年間ぐらい持つって言われてるんですけど、まあ、結構その美容業界の方で働いてる友達に聞くと、まあこれは持ってて、だいたいまあ4ヶ月ぐらいでだんだんと溶けてきちゃうから、体に吸収されるから、まあ4ヶ月ぐらい我慢すればいいんじゃねみたいなこと言われたんですよ。4ヶ月この状態でいいのって。いやいやいやって。私は、本田翼さんがすごい大好きで、本田翼さんが笑った時にできるようなエンジェルスマイルに私もなりたくて、同じように涙袋を入れたのに、なんで水袋になっちゃうんですか？じゃあ調べますよ、とりあえず。今調べてるんですけど、妖怪注射って言うんですね。ヒアルロン酸妖怪注射。費用、いくらだ？ 8600 円。あれ？あ、これはあれか。逆に入れる方か。入れる方が8600円。で、溶かすのはいくらよ？溶かすのできるよって友達言ってたんだけど。ヒアルロン酸妖怪注射。溶かします。料金が。1V、1回3万3000円。かっ。嘘でしょ？治療回数。え、これ1回でできないの？あ、書いてあるわ。1回でも分解されることありますが、平均3回から5回ぐらいの治療が必要です。え、ってことは、私の場合、まず、両方に1回ずつやるってことは、6万6000円。両面合わせて。で、それを5回、5、6、30。え、30万ってことですか？嘘だ。ちょっと待って。私、とんでもないことしちゃったじゃん。なんか、本田翼さんへの愛がなんかマジ、ねじれた方向に行ってる。分解注射を注入後、通常48時間で注入されていたヒアルロン酸が分解され、元に戻りますってことは、2日ぐらいかかるってことか。まあ、でもそれは、1回で効き目出てやん。あ、でもこれ、あれか？ちょっと待ってよ。一回、ちょっとズームして、汚かったらごめんなさい。そう、ここね、水ぶくれみたいになってるんですよ。1段、2段みたいな。普通、こっちなんですよ。これが正解の形らしいんですよね。ポコって、一回だけでポコってなってる状態。ここの、これ綺麗に一応なってるんですよ。まあ、でかすぎるからあれなんですけど、本当だったらこんぐらいらしいんですけども、まあ、これじゃん？で、こっち見てください。
1個2個になってるんですよ。これは友達にこれ失敗されてるよみたいな、失敗じゃんって言われて、みたいな、失敗してんの私、あ失敗されてんのねって、ってことはもしかしたらこれ失敗してませんって病院に行ったら、なぜ妖怪注射やってくれるのかな、いやせこせこい、だからそういう問題じゃないですよ。一応ちょっと聞いてみましょう。一応ちょっと病院に今電話してみます。実際に、もしもし、あ自動案内か、もしもし、以前ですね、そちらの病院さんで、名前ですか、ごめんなさい。東文香です。生年月日が1992年の8月13日です。これ録音されたらどうしよう。先日ありがとうございました。はい。はい。右目のこの注入した部分が少し2段になってて、で、左の方はふってこう丸い状態になってるんですけども、少し、あ、そうです、左右の差異があって、これバランスを整えることとかですかね。バランスを整えるか、それとも全部なくすかっていう。でも、そうですね。そのちょっと知人に会った時に少し不健康に見えないって言われてしまって、それからだんだん気になってきちゃって、はい、そうですね、この右目の方がボコボコっていうか、ちょっと2段になってるんですよね、この膨らみが1個2個っていう感じで。そして左目の方は大丈夫なんですけど、右目の方がちょっと下が透明に、なんだろう、水ぶくれみたいな感じで透けてるんですよ。あ、本当ですか。一回じゃちょっと病院さんに行ってからって感じなんですね。なるほど、なるほど。状態を分かりました。そしたら、予約日ですか？13日の2時。あ、はい、大丈夫です。すいませんが、よろしくお願いします。はい、失礼します。今、病院さんに電話しました。そしたら、病院さんの方もすごい理解のある方で、ってなってて、なんかね、確かにね、失敗らしいんですよ。だから病院的には多分認めづらい部分ではあると思うんですけども、ここ、透明になってんの。だから、なんか病院の人が言うには、その全部なくすか、それとも、ボコって2段になってるところ、これを綺麗に、ちゃんとこう、なくして、標準的なサイズにするか、みたいな。それを提案してもらったんで、それだったら多分改善されるのかな。これだって普通の涙袋の倍ぐらいのめちゃでか涙袋になってるんで。よかった、私あれか、ズルではないね、これね、ズルではないよね。いや、そっか、でかい、でかすぎた、まあ私がちょっと欲張って入れすぎたのはそうなんだけども、なんか入れる場所が間違えると、皮膚の深いところに入れるんじゃなくて浅いところに入れるから、だから水ぶくれみたいにちょっと透けて、スケルトンのクマみたいになっちゃってるから、これを半分にサイズダウンさせることで、こんな感じ？ロロロロロ。こうすれば、だいぶ変わる。だから両方、それを整えるために、下の部分を溶かしていくことで、半分になります。だったらこっちも両方合わせなきゃいけないよねってなって、こっちも半分のサイズにしてもらう。そしたら、だいぶ、ただ、それが、全部、やり直しっていうか、無償でやってもらえるかは、お医者さんの直接、目視での判断によりますので、そこはご理解お願いしますって言われたんで、まあでも、そうだよね。仕方ないですよね、それは。欲張った自分のせいなんで。なので、ちょっと、この動画、予約日までちょっとジャンプします。では当日のシーンへ切り替え。最寄りの恵比寿から湘南新宿ラインに乗車し、病院のある埼玉県大宮に向かっています。こうやって少し微笑むと、目の下の膨らみがなんだか不自然ですよね。まるで目の下に巨大のナメクジがいるようです。おっと、東京都北区赤羽から埼玉県川口市に突入だ。川口市は人口60万人の中核市で、在住者の多くは東京方面に通勤する通称埼玉都民と呼ばれています。本当に住みやすい街、2020年では第1位を受賞したとのことなんですけど、実は私も数年前に一時期川口市に住んでました。安くて美味しいお店がいっぱいありましたね。何度もカメラチェックでクソデカ涙袋を確認しますが、やっぱりナメクジです。今見えてるのが湘南新宿ラインの2階建てグリーン車の車内です。私は特にこの窓の開放感がある2階席をおすすめします。
乗るときは事前に購入したスイカグリーン券を上にタッチすれば乗れるので、ぜひ皆さん乗ってみてください。土日であればホリデー料金が適用なので、こんなに素敵な座席が50キロ圏内であれば780円から200円引きの580円で乗れちゃうんですよ。とっても幸せです。おっと、英才教育の街、通称インテリオポッチャマタウン、浦和駅に間もなく到着です。浦和駅は大宮駅と並んで埼玉市の二大巨頭の駅なんですよ。1日の利用者数が大宮駅が50万人、浦和駅が18万人です。駅の規模は大宮駅が圧倒してますが、浦和は文教の街とも言われるくらい格式の高い街なので、イメージの部分では勝ってるのかなみたいなことを埼玉県に住む友達が言ってました。何事も規模の大きさが全て正義ではないってことですよね。まもなく埼玉の都大宮に到着です。おっと、誰かが線路内を歩いてるぞ。まさかこれはよからぬことをしでかそうと。いいえ、この方は電車の運転士さんです。普通ならすぐ近くに電車があるはずですけど、周りを見渡しても何もないところ歩いてるのでちょっと気になりますよね。あ、もしかしたらこの貨物列車の運転士さんですかね。おっと、なんとあそこにあるのは花信用組合じゃありませんか。花って韓国語で一つという意味で、もともとこの信用組合は銀行融資などが受けにくい在日朝鮮人のために作られた金融機関なんですよ。このように何度も目元を確認しては落ち込み、それの繰り返しです。湘南新宿ラインは通勤型電車ですが、長距離を走る列車なので、このように15両編成に2両だけグリーン車が連結されてます。この普通車とグリーン車の境目が不思議な光景ですよね。大宮駅の乗り入れ路線、やっぱり数が多いですよね。世界に誇るメガシティ東京の横でなかったらもっと目立つ駅だったと思います。 JR 東日本の駅ランキングでは大宮駅が7位なんですよ。この前行った仙台駅も十分大都市なんですけど、その仙台駅が51位なので、なんだかこう見ると東京のヤバさがいい意味でも悪い意味でも分かりますよね。病院に着きました。さっき診察してもらったんですけど、25,000円で膨らみすぎたヒアルロン酸を溶かしてくれるとのことです。とっても緊張です。もうこのクソデカ涙袋とおさらばと思うと、清々しい気持ちと同時になんだか寂しさもありますが、 YouTube 活動になめくじは不要です。ここに注射打ってきたんですけど、めちゃくちゃ痛かった。一番、人生で一番痛かったかもしれない。完全にボリュームダウンするのは長く見て2週間ぐらいなんですけど、でももうこの現時点でだいぶボリュームダウンしてるんですよね。さっき笑った時みたいにここがボッコリになるような、こうやってやってもならないじゃないですか。別に整形を否定するようなことを言うつもりないですけど、やっぱり自然がいいですね。痛い思いしていい勉強になりました。激痛に耐えたご褒美とまではいきませんが、絆寿司でちょっとばかりのお昼を食べます。食事制限をしているので量より質ということで、約1200円分の美味しそうなネタを選んで食べることにしました。内陸県埼玉のお寿司はどんなもんだと思いながら、巨大なボタンエビと格闘だ。おっと、口に入れた瞬間にエビのほんのかな甘み成分がじゅわっと口いっぱいに広がる。そうだよ、これこれ、エビといったらボタンエビ。甘エビのような甘いけど弾力と歯ごたえが上位互換なんだよな。あまりのうまさにさっきの激痛は忘れてしまったよ。あ、こうやって見ると分かりやすいかな。うん、すごいすごい、だいぶこれ腫れてるんじゃなくて赤く注射でなんかあざっぽくなってるだけです。